はい、どうも、不明だよです。今回ですけど、サムネタイトルにある通りですね、公式の方から最新情報が解禁されました。で、公式 YouTube の方で、はまだ来てないんですけども、なんとね、スターウォーズの公式サイトの方から、去年と同様にですね、来ております。めちゃめちゃ楽しみだ。まさかの新ツムでした。ピックアップかと思ったら、まさかの新ツムということで、まあ、こちらね、下下がっていくと、まあ、記載があるんですけども、どういう記載があるかというとですね、はい、はい、下の方、こう行くとですね、はい、こんな感じで、こんな感じで、下の方に、あいーあいー来ましたということで、LINE ディズニーツムツムに、まもなく新ツムが登場しますと。で、登場記念のキャンペーンも開催予定ということで、まだただ単に新ツムが登場するわけではなくて、キャンペーンも開催すると。いうところになっております。はい。いやー、ただね、何のツムが来るかまだ、情報がなくてですね、この下にも特にないんですよね。ない。はい。まもなく登場っていうことしか記載がないので、まあ、その情報しかないんですけど、これを見る限り2体の新ツムが来るというところが確定しました。はい。で、これさ、自分、次、新ツム来るとしたらですね、ペアツムが来ると思ったんですけれども、まあ、どうやら違うらしくて、まあ、これ、もしペアツムだったらね、いつもはここになんかちっちゃい丸がね、こうついてたんですけども、まあ、それがないということで、まあ、通常のね、スターウォーズツムというところが、まあ、わかるかなと思います。どうか、いつも通り、例年通りだったらピックアップだったんですけども、まさかの新ツムというところで、めちゃめちゃ暑いですね。で、いつから来るかというと、まあ、明日っていうのは、まあ、ほぼ確定してるんですけども、11時から来るのか、12時から来るのかっていうのがわからないんですけれども、まあ、とりあえずね、新ツム確認会ライブはやろうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。いや、激アツじゃないですか。激アツじゃないですか。はい。という感じでね、これ画質めっちゃ荒くない?これ、画質めっちゃ荒くない?これ。で、予想していきましょうか。自分ね、予想をするとですね、まあ、これ、スターウォーズの公式サイトの、ところなんですけども、ここに載っているツムが、まあ、何かしら来るんじゃないかな。ツムじゃねえ。キャラクターが来るんじゃないかなということで、まあ、上からダース・ベイダー、ストームトルーパー、ルック・スカイウォーカー、R2D2、レイヤ姫、ヨーダ。ヨーダなんかは、ね、ここにね、ちょっと犬で隠れちゃってるかもしれませんが、ね、まだ別バージョン来てないですし、まあ、ダース・ベイダーもいないといえばいないけど、まあ、アナキン、同一人物じゃないですか。ね、まあ、ルークはいっぱいいるんで、まあ、さすがにルークはないと思うんですけど、まあ、このダース・ベイダーかヨーダの別バージョンが自分は来るんじゃないかなと。まあ、ここに載ってるのがエピソード456の、とこになってますので、まあ、そこがね、熱いと、自分は思っております。はい。皆さんはいかがでしょうか?いやー、マジかよ。まさかの新ツムかよ、ということで。いやー、こうなってくるとやっぱりジェダイのような、ジェダイルークとかアナキンみたいな謎って消すやつ、ライトセーバーでブンブンやるやつ、欲しいっすよね。はい。ねえ。まあ、ヨーダーもね、ヨーダも、ダース・ベイダーも、一応、ライトセーバー、扱えますので、ブンブンしてほしいですね。ブンブンスキルをお願いしたいと思います。ダース・モールみたいなブンブンはやめてもらって、はい。ジェダイ・ルークとか、マスター・ルーク、あ、マスター・ルークでもいいや。マスター・ルーク、アナキンのような、ブンブンで、ぜひともお願いいたします。はい。っていう感じでね、いやー、まさかの公式 YouTube チャンネルから来るのではなくて、まず先にね、こちらから来たということで、はい、ありがとうございます。はい。誰もまだ気づいてないんじゃないか、これ。ね。ということで、まあ動画にさせていただいてるんですけども、またいろんな情報来ると思います。もしかしたらこれの内容が公式 YouTube チャンネルの方から、まあ何のツムが明日登場みたいなのが、来るかもしれないし、ただこれの告知の動画がね、来るかもしれないんですけども、はい、そんな感じで、
ちなみに12時になって来てるってことはないよね。ちなみにね、特にないよね。多分ない、多分ない、多分ない。多分ないですね。はい。まあ、そんな感じでね、いろんな情報来ると思いますけども、キャンペーンについても。はい。またそちらはね、展開していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まあ、他にもね、いろんなこういうサイトとか、まあ、キャンペーンやってて、まあ、リツイートとかすると、まあ、グッズとかが当たるみたいなのもやっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ちなみに、まあ、久しぶりに、ツイッタートレンド見ましょうか。ツイッタートレンド、超久しぶりですね。はい。トレンド5月3日ですけども、明日さ、トレンドさ、スターウォーズの日で、なんかなるんかな、やっぱ。ね。ラビットって何？ J-POP？ 全然わかんねえ。今日、今朝、スッキリでなんか、オーディションやったけど、それのことなんかな。違う？え？違うじゃん。全然 J-POP じゃないじゃん。ラビットって番組かよ。番組で何かが起きたの？そういうわけじゃない。あれか、ラビットさ、全然なんか視聴率が悪すぎて、すごい、なんかね、あれみたいですね。でも、トレンドに乗るぐらいだから、ね。でも、スッキリより上じゃないですか。本日は、憲法記念日です。国民の祝日です。祝日です。皆さん、祝日ですけど、休みですか？ピカチュウのお絵かきがトレンドなの。なんで？これか。お絵かき診断か。お絵かき診断か。そういうことですか。なるほどね。OK でーす。これ基準わからないな。基準がわからねー。明らかにさ、これよりこっちの方がうまいじゃんか。それでも点数こっちの方が低いやんか。基準わかんねえ。っていうかで、まあ、ピカチュウお絵描きみたいなのがなんかやってるらしいっす。はい。まあトレンドはそんな感じで、まあ、特に、面白いトレンドはなかったですけれども。とりあえず、新ツム情報。ということで、まさかのね、ということで、まあ、新ツム確認会ライブやりますのでね、皆さん、ぜひ、ご参集よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日よ